はい、こんにちは、ピースの渡辺です。今日はですね、今週買い取りした車たちね、今週はね、ありがたいことにね、たくさんの買い取り依頼いただきました。ありがとうございます。今週買い取り、普通車が6台、軽外時代かな、7台の買い取りさせていただきました。ありがとうございます。とりあえず今ガクトがね、あのショート動画、 YouTube のショート動画撮ってたんですけども、それ、ね、買い取りのショート動画上げられて今やってるとこでした。はい、まあ、とりあえずね、1台ずつあの金額させていくのもあれだったんで、目星いところだけ撮っていこうと思います。これ28年式のホンダフィットハイブリッドでございます。新しいですね。平成28年式、7万9000キロぐらい乗ってたかな。7万9000キロぐらい乗ってる非常に綺麗な車でございます。再販売バリバリ効きそうですね。本当は今、中古車として需要のある感じの年式ですね。国内流通向けにね、非常に、需要の高いところだと思います。28年式の7万9000キロハイブリッド、綺麗です。こちらの車、今日ね、買い取りさせてもらってて、今日というか今週か、こちらの28年ハイブリッドは、なんと買取金額65万円の買取させていただきました。65万円の買取でございます。ピースではね、店頭販売している車は軽自動車の20万円30万円くらいのね、足代わりに乗れる軽自動車をメインで取り扱いしてるんですけれども、買取ね、新しい車でも、スポーツカーでもね、働くトラック関係バン関係でも買取はね、何でも喜んでやらせていただきます。そしてね、金額の方も、自信ございますんでね、こういう風な新しいお車なんかも、もし、売ろうかな、どうしようかななんてね、お考えの方いらっしゃいましたら、ぜひぜひご相談いただければと思います。こちらのフィット、65万円の買取いたしました。あとこのデリカも今日買取、今週買取か。あとはね、こちらのアルファード、トヨタ系の車はね、輸出向け買取っていうのをね、強くできるんですけれども、これは平成14年式です。もう20年おじのアルファードでございます。アルファードもね、20年おじになりますね。もう初期モデル平成14年、13万キロちょっと乗ってるような感じ。まあ距離的にはまだまだね、問題なく、まあ、正直乗って乗れないことはございません。そうなんですけども、なかなかね、20年おじってなると、整備かけながら車検を通して税金払って乗るっていうとね、なかなか難しいとこですよね、需要的には。でもね、輸出向け買い取りとしてこの平成14年式、初期モデルのアルファード買い取り、ね、需要ございます。海外、ね、海外輸出向けの買い取りなんかはね、結構金額出るんです。こちらのアルファードはね、ピースで今回16万円で買い取りさせていただきました。輸出向け買い取り16万円の買い取りでございます。高いと思います。今本当にね、輸出向けのこういう風なトヨタ系の車とかね、値段高いです、ね、古くなって、これ距離乗っててもね、関係なく結構な金額出ますんで、もしね、手放そうかなと思われてる方いらっしゃいましたら、トヨタ系はね、なんせ輸出向けが多いんで、結構ね、満足いく金額出るのが多いと思います。アルファード16万円の買い取りでございます。あとは K、まあ、これはね、これも今週の買い取り、それとですね、あとはあとこれがいいかな、今書くと動画撮ってるけど、あれもトヨタのベルタの、トヨタベルタか、これも今週買い取り、これも今週買い取り、クラウン、かっこいいねこれ。平成16年式の、クラウン、これは18モデルですね。18モデルのクラウンで、これはね、パッと見非常にかっこよくて綺麗で、再販いけそうかなって気はするんですけども、これも走行距離がすごかったです。ちょっと今メーターの方ね、映してみようかと思います。かっこいいね、このさ、18系のさ、黒いクラウンってなかなかないんですよね。黒ってなかなかないんだよね。結構イメージ的には高級車っていうのは黒のイメージなんですけど、あんまりね、あるようでないんですよ、この黒色。ガクトが止まんねえと、ちょっと撮れない。はい。はい、ガクト、お疲れ。はい、ショート動画制作中。はい、わかりました。私はピースのメイン動画の方にも撮ってるんで、ちょっとメーターだけ読むからよ。はいはい。
すごいんだよな。よいしょ。これはね、16年式のメーター読めますか。231,800です。23万キロオーバーの、トヨタクラウン平成16年式です。で、この時代のこのクラウンって、ここ、これ。ダッシュパネルがね、めっちゃんこ弱いんですね。これ、バリバリに割れるんです。これ。ね、やっぱりこれも割れております。よいしょ。ほんでも、このクラウンも、輸出向け買取ってことで、買取が、金額が出ております。23万キロオーバーのこのクラウン、今回買取額ピースで15万円で買取させていただきました。15万円、23万キロ超えてます。走行距離関係なくね、金額の方満足にいく金額出せるかと思います。今回ねクラウン、私セダンが大好きでね、ほんとこれ距離がね少なかったらさ、正直再販売に向けられるように整備かけながらさ、置くのもいいのかなーなんて思うんですけど、何分ね23万キロオーバーだとなかなかね国内で売ってと思っても難しいですね。かっこいいけどねクラウン、まあ、とりあえず今回こちらのクラウンも買取させていただきました。1台2台3台4台5台6台7台ノートも今週の買取だね。ちょっと行ってみます。はい、このノートは25年式です。25年式の走行距離もまだまだだったんですけど、よいしょ、はい、7万5000キロ乗ってます。まあでも全然ですね、25年式の7万5000キロ、まあ全然普通にまだまだいけそうな感じなんですけども、このノートにもねちょっと訳がございまして、フロントバンパー結構ね目立つ感じの擦り傷がございます。それと、左側の扉フェンダー部分、ここが一番致命的ね。わかりますかね、これ結構フェンダーのとこまで食っちゃってる感じでガリってね当たっちゃってます。あとリアバンパーも全体的に小傷が多いなって感じのノート。室内も後ろから上げようか、よいしょ、はい、室内もねこれだいぶお仕事に使ってるのかな、車の感じ的にだいぶね痛みの方はある車でございます。距離的にはまだまだね若いんですけども、年式もまだ現役な年式かなってとこなんですけども、まあでもね、外装の痛み手直し加えで内装結構ね痛みが激しく出るんで、なかなか仕上げようと思うと結構お金かかる感じなんです ね。なかなか外装の痛みあるんですけども、まあ、それでもね、ピースでは、こういう車であっても買取り喜んでやらせてもらっております。今回こちらのノートに関しては買取金額25万円出させていただきました、ね、25万円の買取でございます。限界言ったからね、これを手直し加えで店頭に出すのになかなかちょっと難しいんで今回はこちらは店売りはいたしません、でもこういう車であっても買取金額ね頑張って出します、今回このノート25万円出させてもらったんですけども、本当はご不要な車あればご相談いただければなと思います。まあ、一応こんな感じで、今週は車7台ですね。今書くとちょうどフィット触ってるけど、これ今回の一番の高級車ですね。今週の高級車、新しいね。ピースは販売と買取がメインの車でございます。買取金額もね、自信ございます。輸出向けの買取度が、あと再販売の買取度が、本当加速庫のね、このデリカ動画もね、これ20何万キロ乗ってたんですよ。ね、本当加速庫の車でも喜んで買取できます。今ね、スクラップ関係とか輸出関係非常に断行としておりまして、あとこういう風な新しめの、中古車、国内流通の車なんかもちろんね、値段は高騰してるんですけれども、どんな車でも今買取金額、なんかこう今までやってる中で一番高いなって感じがしますね。本当車買おうと思えばだから一番高いですよね。めっちゃ高いなと思うんですけども、売ろうと思うのにも
高く売れます本当ピースで頑張ってね買い取りご相談いただければ、金額の方もできる限り出させていただくようにいたします、何かご不要な車ございましたらぜひぜひ買い取りどんな車でも本当買い取りできますんでね、ご相談いただければと思います。では低価格車専門店ピース販売と買い取り何かあればご相談よろしくお願いいたします。バイバイ。